で、それがこの千葉レポみたいな仕組みを活用することで、地域課題が可視化とか共有化されることで、まあ、オープンになってくるわけです。で、そうするとですね、まずそのどんな課題から解決すればいいかなって、課題解決のためのプライオリティがみんなが納得できるような形になるんじゃないか。今までのクローズだと、なんで俺の言うことを聞けないんだとか、本来はその他の課題と、まあ、我々は分かっているわけですから、もっと優先すべき課題があっても、市民の方はそれが分からないんで、どうしても不満感が溜まってきたと思うんですけど、まあ、客観的にその可視化された情報からプライオリティつけられるようになる。それともう一つは、やっぱり自分も街づくりに参加してるんだって投稿することで、そういった街への参加意識っていうのがどんどんできてくるだろうと。で、そういったところをうまくその最初は個人で参加してても、そのグループ化、組織化することで、先ほど言った町内自治会とかですね、いろんなボランティアグループにはなかなかその仕事の関係とかで入れないような人も、入り口として入ってくれる仕組みがあるんじゃないかな。そこに行政としては組織化の支援とか育成っていう、また新たな役割も出てくるんじゃないかなっていう考え方と、もう一つですね、千葉ライブルの期待として、町を意識するきっかけ作り、動機になるんじゃないかな。で、この絵はさっきの絵と違ってですね、スマホ持ってないんですけれども、千葉レポっていうのがあるよね、で自分は登録したよねっていうことだけで、その町を歩いていくときにですね、まあ、住みやすい町にしたいとか良い環境にしたいなということで、かなり課題に対して、自分が住んでる町に対しての意識を持っていただくっていうきっかけ作りになればと。で、それがもう少しもうワンステップ踏めると、先ほどの図のように、まあ、実際にレポートとして我々の方に送っていただけるようになるんじゃないかなっていうふうに思ってます。すいません、逆に言いました。で、実際の、千葉レポの動作としてはですね、これ先ほど見ていただいた画面なんですけれども、市民の方が、これは皆さんにも今ネット上で公開してるんですが、投稿したところにシンボルがあるので、そこをですねクリックすると、こんな形で、別窓型ってですね、ちょっと赤く抜いたところが行政側からの対応を書いてあるところなんですけれども、これは、ここが市民の方からの投稿の内容、写真とここが投稿内容で、7月1日の18時にですね、小学校脇のプロムナードのマスが詰まってます、葉っぱで詰まってますということであって、行政側はですね、翌日2日の朝9時、最近の時点でレポートを受け付けましたよって返した上で、現場確認して翌日の3時にはもう業者に対応を発注しましたという形で、まあ、行政 の、 その働きぶりといいますか、自分の動向に対してどういう形で動いていくとか、さっき言った、プライオリティの中でちゃんときちんとした動きをしているかなという情報も、市民の皆さんと我々で共有できるようになるというような形で動いています。で、今実証実験なんですけど、千葉市は5月末にですね、市長が2期目になりまして、そのマニフェストの、これマニフェストを写したものなんですけど、一番最初の1のところのですね、ここに、今みたいな仕組み、雑草、不法投棄、ベンチの破損などについて市民が参加できる町のメンテナンスシステムを創設ということできっちり位置づけられまして、まあ、実証実験だけではなくて、96万人市民が参加する形でこのような取り組みを今後も進めていきたいと思っています。で、千葉レポは以上なんですけど、このアーバンデータチャレンジもそうなんですが、今関さんにさっきご紹介いただいた、ビッグデータ、オープンデータの活用に関しては4市議会っていうのを、福岡市、奈良市、武雄市さんとともに作っておりまして、ここでですね、まあ、行政が我々が持っているデータをどういうふうに活用すれば皆さんの生活が豊かになるとか、あるいはビジネスチャンスにつながるかっていう、まあ、アイデアソンじゃないですけど、アイデアコンテストを今行ってます。今月いっぱい、あとちょうど1ヶ月なんですけれども、で、せっかくこういう機会があるので、ラーバンデータチャレンジは9月末からそういうコンテストをやるっていうようなお話でしたんで、こっちはアイデアだけですので、いいアイデアがあればぜひ会長にお集まりの皆さんにもですね、応募いただけるようにちょっとお願いさせていただきまして、私からの発表を締めとさせていただきます。どうもありがとうございました。はい、松島さんありがとうございました。では続きまして、お三方目ですけども、オープンガバメント、オープンデータの推進を支援するソフトウェアの紹介ということで、こちらも本イベントの実行にもやっていただいております、
オープンダレッジファウンデーションジャパンの東さんに、お話をしていただきたいと思います。よろしくお願いします。こんにちは。オープンナレッジファウンデーションジャパンの東と申します。私は同時にオープンストリートマークという地図の活動、各活動をやっております。最初にトップバッターの関さんとかなり活動がかぶっておりまして、実はプレゼンの内容もちょっとかぶってしまったちょっとさっきヒヤッとしたんですけども、まずは私が参加しておりますオープンナレッジファウンデーションという組織についてちょっと簡単にご説明させてください。オープンナレッジファンデーションというのはもともとイギリスにある組織でして、私どもはその日本組織という位置づけなんですけども、オープンナレッジってちょっと聞き慣れないんですけども、オープンデータの活用、オープンデータそのものは性的なものだけども、それを使って何らかのアクションをする、そういった意味合いでオープンナレッジという言葉を使っております。そのための、法的なツール、ライセンスですね。著作物にはクリエイティブコモンズのライセンスがありますけれども、データに対するライセンスというのを OKF、 オープンナレッジファウンデーションが制定しております。あるいはそのデータに関するいろんなインフラとなるソフトウェアの開発といったことを行っております。でまずちょっとここに挙げさせていただきましたけど、今回3つの組織について、それぞれの組織がどういったソフトウェアを開発しているかというのをちょっと簡単にご説明させていただきます。まずは OKF がどういうソフトウェアを提供しているか、これ先ほども関本先生のお話にちょっと出させていただきましたが、CCAN というデータポータル、オープンデータというのは法的にその二次利用が自由とか勝手に使っていいよというその法的に許可を出すというオープンさもありますけど、もう一個技術的にそれが金庫の中にしまわれてたら結局オープンではないので、それをその技術的にインターネット上で自由に誰でも取れる、しかも探しやすい、そういったことを支援するためのツールです。なのでここにこういうデータがあるよって、データを直接登録することもできますし、そのリンクを貼って、ここにリンクを貼っておけばここからそのデータにたどれるという形になっておりますので、オープンデータを公開される際にはこういったものを使っていただくと使う方が探しやすいということになります。であと OKF はいろんなソフトウェアを作っていますけど、これはさっきの CCAN とも連動しているんですけども、置いてあるデータをプレビューするとこういった形でグリッドっていうんですかね、Excel みたいな形で表形式でもデータをそのまま見れたり、これですね、グリッドで見れたり、あるいはそれをグラフにしたり、緯度経度があれば地図上に表現したりというような周辺ソフトも開発しております。あるいはこれはブラジルだったと思うんですけども、ブラジルで、女性への暴力の発生状況を視覚化するソフトウェアを作ったり、あとこれは実は私もちょっと去年参加したんですけども、災害時にクラウドソーシングって雲のクラウドではなくて群衆のクラウド、みんなの力を借りてその災害の時に何かいろんな情報をこう整理するような仕組み、クラウドソーシングって言ってますけども、そのソフトウェアも OKF が開発しています。パイボッサっていう名前なんですけども、その上で例えば去年の、多分秋口だったと思うんですけど、フィリピンに大型の台風が来まして、その時もこのソフトがちょっと活躍しました。例えば災害の時に、フィリピンの方もスマホ持ってらっしゃるので、スマホで写真撮ってツイッターでつぶやくということを、日本人と同じようにやられるわけですね。そうするとそこにこの台風のハッシュタグがついてあるツイートをその自動的に収集してきて、こんな写真があるやつをこれですね、これがそのツイートですけど、でさっきの写真のリンクが貼られてる、でこのハッシュタグでこのツイートが拾ってくる、そういった流れなんですけども、これを見てそのボランティアの人が、そこに貼られている写真が、
災害に関係のあるものかどうか、そういった情報を印をつけるっていうところをクラウドソース、アウトソース、普通の人たちにやってもらうっていう流れです。で、例えばさっきの写真を見て、あれはなんか上流にあった、なんか、なんですか、鳩場みたいな、船着き場みたいなのが流れてきてしまったっていう絵なので、あれは確かに関係のある写真ですっていうことで、こう、じゃあ関係する絵ですっていうところをチェックする。これだけなんですね。で、これだけあれば膨大な、そのわけのわかんないツイートの中から直接被害の把握とかそういったことにつながるツイートを探し出せるんです。しかもお役所の人ではなくて一般の方々の力を借りてそういうことができる、そういった仕組みになります。で、同じソフトウェアの上で、まあ、ちょっとスクリプトっていうか、なんて言うんでしょう、ちょっとしたコードを書き換えるとまた違う使い方ができまして、これはフォレストウォッチっていう名前がついてますけども、同じソフトウェアの基盤を使ってアマゾンの森林伐採を監視する仕組みです。で、ここに衛星画像がこの組織に提供されるんですけども、まあ、そういうオープンデータの一つだと思うんですけど、その衛星画像ってアマゾンってめちゃくちゃ広いので見るの探すの大変なんですね。で、そこをアウトソースしようっていう考えです。で、見ていただくとちょっと肌色になっているところ、上の方が肌色になっています。あれが不法に森林伐採した場所で、大体こういう肌色になっているところを見つけて、ここだよって、ちょっと分かりづらいですね、ここだよって囲んであげる、まあ、これが専門家の手に渡って、まあ、その後の分析とか、そこに警察が行くのかどうか分かりませんけど、そういった活動につながるといったものでございます。ここまでが OKM の想定、まあ、これ以外にもいろいろあるんですけど、ちょっとここまでにしておきます。あとマイソサイティっていうのが、イギリスの組織で、上部団体がいて、なんていうんですか、認定寄付認定チャリティ法人みたいな、組織があって、そこのプロジェクトの一つなんですけども、そこが、2005年ぐらいに4000万ぐらい資金を集めて始めたということです。で、例えば有名なものではビッグスマイルストリート、先ほどジャパンの紹介がありましたけども、その元になった、今期本元のビッグスマイルストリートを開発したのがここです。で、まあ、先ほどとよく似てるんですけど、地図の上に印がついて、写真が投稿されてて、これはベンチの 角がなんか尖ってるから、そこで服を破いちゃったっていう報告で、これは服だったからよかったけど、子供なんかだったら危ないよねっていうところです。で、あと、まあ、ストリートじゃなくて今度はトランスポート、鉄道とかバスとかで何か不具合があったら報告するというやつですね。この例でいくと、まあ、待合所ですかね、待合所 そのガラスが割れてるよとかいう報告で、このサイト僕もこの間初めて見たんですけど、どうもレポートがいっぱいあって解決されてるのが少なかったですね。レポートが多分1000とか2000とかバーッとあって、解決済みは10とか縮めで、どうも欧米 その交通事情っていうのはあんまり良くないみたいで、そのダイヤが遅れてるとか、この運転手あそこのバス停で止まんなかったとか、そういうレポートがいっぱいあって、その対応に困っているような節が伺いました。でも日本は割とこういうサービスレベル高いので、逆に日本ではその交通を運営されている会社さんなんかはもしかしたらありがたいのかなって気もしました。で、例えばこれ新橋で見かけた写真なんですけども、階段のところに、まあ、何もなくて右行ったり右か左かよく分かんないっていうなんか投稿があって、お客様の流動に合わせて左側通行を明確にさせるというのをお客様からのご意見をもとにやりましたという写真が貼ってありました。これ見てこれまさにフィックスナイストランスポートじゃんと思いました。なのでちょっと日本でも使われる可能性はあるのかなというのは感じました。で、あとは、マップユーメンタル、これは、まあ、地理空間上で何分でどこにたどり着けるというのは多分普通の距離感覚とは違った範囲がありますけども、そういったものを5分以内のところは赤とかそういうふうに表現したものです。
あとこれ関さんともろかぶっちゃいましたけど、あのイギリスの、地方議員ですね、あの地方議員さんが、多分普通の人ってあの議員さんとほとんど面識がないという人が8割ぐらいいらっしゃって、まあ、僕もそうなんですけど、あの自分のところの議員さんが誰かが分からない、なのでまずは郵便番号で入れて5ってやると自分のところの、議員さんが出てくる。でこのアボットさんという議員さんは、に対してメッセージを送ったり、あとボーティングレコード、あのこの人が議会でどういう投票したか、フォーだか賛成ですね、例えばここはフォーですね、賛成ですね、ゲイの権利についてあの中立的に賛成とか、あの強く反対とか、そういうニュアンスを含んだその人の投票行動がこうやって追跡されるという形になっています。これは多分日本ではきっとブラックボックスになっているところで、ぜひ日本でこういうのをやりたいなと思っているところです。であと最後にコードフォーアメリカ、これは、まあ、まさしくアメリカでやっている組織ですね。これの日本版を先ほどの関さんが立ち上げようとしてますところなんですけども、これはプリペアド .re、防災情報ですね、その地域の名前を入れるとそこが今どんな状況か、これはオースティン入れると、まあ、今何事もないのであのリスクはとても低いですよ、まあ、こんな状況です、天気はどうですとか、そういった情報がまあパッといろんなところから情報を集めて表示されているという形です。であとアウトバーサー、バーサーおばさんが答えてくれます。これもあの郵便番号を入れる と、その食料の配給ですかね、あの貧困層の方向けなんでしょうかね、食料とか健康とかハウジング、あと雇用、そういったものに関わる情報が、これは確か国とか自治体とか NPO とかそういうところの情報が全部串刺しで見れるってやつだったかと思います。あとこれはまあオープンデータ、データをあの PDF とかでしかないものを自動的にデジタル化するソフトですとか、あるいはこれ学校をそのどの学校に子どもをやらせようというときに学校を検索するサイトですとか、あとこれはホノルルですかね、ホノルルで行政サービスにどんなものがあるっていう